お疲れ様です。今日はですね、こちらラッチミラーやっていきたいと思います。さあ、ということで久々にね、僕の自作のミラーデッキをやっていこうと思うんですけども、ミラーがね、強化されたんでね、こう趣味で強化される前から使ってた僕とかからすると、まあラッキーですね。ということで、まあ久々にね、こちらやっていきたいと思います。で、言うのでもいいんですけど、ゴルナイの枠ね、まあゴルナイも強化されて、なんかゴルナイのんゴルナイの方がね、サイクルとかがね、色ぐちぐちになってちょっとおもろいんでね、こちらでやっていきたいと思います。だから基本的にはもうね、ディガーミラーで削るかな。もうそれ以外は基本プリンスね、プリンセスミラーして一生守る、頑張って守ります。結構でもね、慣れてしまえば簡単なんでね。だってホグとかもトルネードあるし、バルーンもなんならトルネでキング起動できるでしょ。で、枯渇なんかトルネもウッドもあっても、んどうやったら負けんねんっちゅう話じゃないですか。って考えた時に、結構相性いいデッキの方がね、多い説をね、唱えたい。いや、ゴルナイ強お前やりすぎやろさすがに。あーで、まあ、このデッキはね、小屋小屋とかにマジ何もできないんで、そこだけね、ちょっと気ぃつけながらやっていきたいというか、嫌だなーっていう感じですね。さあ、オーブンにかすめていきます。で、なんか最近ね、マジ三重視とかがね、すごい流行ってるんですけど、もう三重視引くとね、勝ち確ぐらいいけですね。三重視を引けると熱いんですけどね、これが。やばい、痛い、ちょっと待って、痛い。オーブンがいいね、辛いね。一番きついねんな、オーブンが。いやー、走らんでよそうだな、これ。走ってもなんかコスト捨てるだけな気がするので、我慢。ケツコウモリでサンガゴ誘って、サンガゴはプリンセスで美味しくいただきまーすって感じかな。いや、いいね。で、ヤナメ行かれたら、あ、待って、やばい。違う。今なんか鬱陶じゃなかった、今。今、芝打っ、ああ、ヤナメ見ろ。芝打っとしてなんか思っちゃったな。さあ、で、次は、まあ、スケルトンブーター、あ、これ、キングでしたよな。確実にね、していこう。熱い。さあ、銀起動していくと、まあ、楽に勝てるからね。まあ、なんか、大型機はね、もう、ほんと、プリンセス、なんか、出しまくっていけば、ほんとになんとかなるんで、大型機引きたら引いたらおもろいし、三振引いたらおもろいし、高回転引いたらなんとかなるしっていうので、何引いても幸せできてです。こうやって、リクがないんじゃないこれ。走り毒。オーブン、ああいいっすね。ヤナメミラーでもちょっと嫌っすね、僕からしたら。さあ、まあ最悪キング起動されるものの、まあされたらされたで、あー来た、見て俺のこれ俺の今日一の見せ場来たわ。これで、まあ、プリンセスいるんでね、別にその何でもいいんですけど、もう三重視ってトルネウッドウッドで死ぬんでね、8コスで9コスの三重視をやれて、なんならタワーにウッドのダメージも入るっていう、もう神かよっていう、三重視の一番コスパいい防衛方法ですね。さあ、でもとりあえずプリン出してウッドで守って、いや、いいね。いや、三視マジでな、最近流行ってるんですけども、価値格なんですよ、三重視には。そうだから三重視引きたいね。これ来るな、あ、今度かい。三振全然出てこんな。さあ、これ、出てこないんで、暇のね。ああ、やばい、芝取るでした。俺のスケルトン舞台読みが。え、待って、なんか、ぶだってね、大丈夫？全然当たってね。いやけど、ディガーミラーが強すぎて、バカダメージ入ってる。さあ、プリンが強い。で、攻める。いや、マジ、プリン、えぐいな。で、気づいたらディガーが入ってて、さあ、ウッドコロリンチョで GG って感じかな。そうだね、まあ、三死はね、マジでほんとトルネでまとめてウッドウッドを徹底しとけばいいかな。最近なんかプリンセスとかも見ると、トルネウッドとプリンとかでも処理できるんで。いや、マジでなんかゴルナイ、え、これ、イサポロン YT ってポロンさんかな？本物？イサポロン YT って本物ですか？まあなんか変なデッキ使ってたら本物っすね。でも、すっぽんぽんのクランにいるのって、これで偽物なんてことあるのかな？すっぽんぽん YT。え、ガチでポロンさんじゃない？いやー、ポロンさんでもスキキンとか使わなそうだな。こんな骨の弱っちいバルキリーだよ、なんもできないやつがとか言っても、ね。使わなそうだけど、名前とかなんか雰囲気はもうポロンさん。どうなんだろうな。
あーいやらしい位置っすね。やばい、ちょっと行きたい。いやでもいい。あ、全然いい、全然いい、全然いい。もうキング起動してこれに抑えられたのは熱いっすね。ニコロリーン、よし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 。あー、これちょっと渋いな。もうね、ここさえ抑えたらね、多分相手とか言っても多分ボロさんなんですけど、僕が多分ちょっと前に投げたミラーコカツだと思うんで、高めスキー金、あー使っとくか。まあ、あのデッキは、呪文がね、ファイアボしかないです。ファイアボしかなくて、何やこのラットのデッキ、変なデッキやなとか言ってるんで、どうせ。そう考えたら、プリンセスゲーで、ディガーカツカツで勝てます。粘りかなぁ。わぁ、なんか、嫌だな、それ。嫌っすね。スッと使わさられる。さあ、まあ、さすがに。え、ゴルナイ。いやらしい攻めしてくるっすね。ポロンさんか、じゃあ。いや、ゴルナイこれ、走り得じゃねえ、お前。行ってこい。おー、ええやん。おー、ええやん、やりすぎだろ。怒られる、怒られる。さすがにそれはしばかれる。これ、スケルトン部隊。いやー、出てこない。いや、でも、プリンセスね、ガチできついと思うんですよね。しかも、キング起動できてるんで、僕。まあ、吹き矢だけめんどくさいのは。ちょっとね、嫌がらせしていこう。いや、しかも、回転も早いから、いいね。絶対きちい言ってるわ。あーつあーつあーつ。え、これ、多分、ガチで、いや、ポロンさんっぽいんだけどな。どうなんだよ。結果わかんないよね。結局ね。さあ、トルネゴルナイしたいね、もう。さあ、まあ、ここは、ディガーでおとなしく我慢できそう。いや、走れる。ああ、走れないか。さあ、ダメージは、なんなら、追いつきというか、もう逆転レベル。さあ、もうプリン出して、あ、待って、バカ、何殴られてんだ。痛い痛い痛い。さあ、スケバレー。マジ、これだけで熱い。スケブか？いやー、待って。さすがに、うっとう。プリンセス、プリンセスいいね。うっと使ったから、バレル5ワンチャン来る。スケで警戒して、いやーもうこれでも噛み合いしようっすね、ぶっちゃけ。ウッドで終わりだ。最後もうこれは諦めのバレルミラー来たな。いやーもう噛み合いしようですね。さあ、いやーどうなんだろうな。謎に包まれてますね。で、さっきのね、多分偽物でしたね。なんかプロフィール見たけど、本物じゃなさそうなプロフィールしてましたね。これで本物だったら、わかんないっす。さあ、バレル来た。もうこれ、俺のこと知ってくれてんな。いいね。よろしく。さあ、キング起動からの、ウッドで、神相性なのをね、まず教えていく。で、一旦暇なので、ケツプリンですね。今日、大型当たんないっすね。おー、なるほどね。さあ、これもしかしたら、またさっきの同じコカツかもね。いやー、多分そうっすね。もう強いんですよ、このコカツ、スケキンのやつ。そう、これだって走ってるから、結構もう一枚、何を出す？あ、いや、走らないんだ、それ。知ってほしかったな。で、キング起動できてるのが結構でかい。さあ、暇なんで、ディガーで削りながらの、このプリンセスがもう最強。で、大きかったら、ウッドは温存していこう。いや、いい。あえて、シバファイブ来ました。さあ、グッドゲームです。シバファイブはもったいないな。うん。さあ、相手のユニット次第では、プリンは延命だけど、とりあえず転がしてみよう。なるほどね。復帰や。自分でね、デッキ紹介しといて、それに強いやつでこう、戦っていくっていう、なんとも下水戦術をね、YouTuber だからこそできるっていう。そんなこと別に考えてないんですけど、偶然ね、偶然神相性なんですよね。さあ、相手がね、ファイボコカツなんでね、
よいしょ。僕のこのプリンセスとかコウモリとかが全部厳しいですね。で、相手の枯渇に対しては僕はトルネムッドマリオっちゅう。まあ、スキギンだけかな、めんどくさいのは。さあ、でもこれはもう、攻め得っすね、D ガーで。さあ、からのプリンセスとかも出しても、なんならゴルネ走らしてもいいっすね。さあ、ファイブ打ってきたんで、プリン出したら、ここにも相手もう一回ファイブ打ってくるっすね。ちょっとおもろい。さあ、おっきめ。いや、これはもうね、若さで。からの、これはね、おしゃれにディガーコウモリで走らせからの、いや、マジでこいつ強いんだよな。ね、普通に、過去、大暴れしてた時と晴れるぐらい強い。さあ、もう噛み合い性すぎてちょっとね、申し訳なく、ならんこともないけど、ならん。で、これ無理やりね、無理やりこっちに持っていって、さあ、走ってもらって、タワーに激突まで行ければ熱いが、ちょっとだけ届かない。橋前プリンで削ってこん。そう。まあ、せっかくならばの、ちょっとだけ気ぃつけながらの、トルネでスケブ。いや、拾う。さあ、打ってけんね。おい、ナイス。やれなと。まあでもなんだろうね。もうちょっと大型行きたいですね。高回転のこの5月はね、ほんとただただちょっと相性いいだけなんで、なんとも言えないですね。まあなんかね、もうミラー環境でちょっと増えましたね。ほんと枯渇が。そう。さあよろしく。君はなんだい？ゴースイのでエリポンとかヒースピとか置いてくれたらね、ちょっと楽しくなるんだけどね。さあ、コウモリセーパーの。小屋ですって。いやでも小屋はね、ちょっと可能性あるんですよね。もうクエイクがタワーへのダメージ加砲されたから、単純にね、前までのやっぱ使用感とはちょっとこう、ね。前ほど良くないんで、クエイクも。ってなった時に、単純にクエイクが減って、小屋がちょっと強いっていう。あーで、これスキラだったら、まあそこそこにめんどいんですけど、ヤナアメとかだと思うので、こういう剣のスキラは。もしスキルだった時はコウモリゲーかなっていうのでコウモリを生かしていきたいと思います。まあ8枚プリンとかもうざそうっすけどね、受け少なそう。いやいいね。しかもこれゴルナイさ、走ってさネクロまでいけるんじゃね。いやちょっとガチ、いや行き過ぎやねん。そこまで求めてないっていう。さあ、いやーこれでもフリーズスキラフリーズのやつかな。スケフリーで考えると、まあちょっとだけめんどくさいよねっていう。ネクロバルキリーがなんかね、やや大変。まあでも、お前なら世界を変えられる。いや、マジで変える。止まっちゃった。いや、これディガーコウモリ今普通に熱いな。さあ、高めで早くしばきたい。いやープリン残んねえか。ネクロがこの辺に来そう。ってことは走って、いやめっちゃタワーにまでネクロしばいてしばいてしばいて殴って、いやめっちゃ強いじゃんあんた。いや懐かしい、このゴルナイがさバカ強い時ね。で相手なんかスペル多分ヤナアメだけとかそういう感じだと思うんで、フリーズとこれも出し毒でね。あとは攻め毒ね。あと端前止めてね。こうしとくと、もう最低限でね、守れます。よいしょ。最低限でとか言うてちょっと怖いんですね。さあ、500です、あと。まあ、あと500はぶっちゃけね、ディガー3、4周ぐらい打っときゃいいやろっち。さあ、ここはもうプリンにスケルトンラッシュを処理してもらう。で、しっかり耐えながらの、いいね。大丈夫？君大丈夫かい？で、8枚プリン。からのディガーミラーですね。ユニット出さして。いいね。熱い。あ、だからこれもうおとなしくウッド2周で終わりです。さあ、ナイス。
コロコロリーン。おい、いや、いいっすね、プリンセスな。ワンちゃん加宝強すぎない？大丈夫？さあ、ということで言いましょうか、よろしく。もう同じような相手しか引いてないっすね。さあ、君は一体何のデッキだい？キョスケな、バカ強いと思うんだけどな、引いてないね。スケキン枯渇だったら勝ちです。で、今の環境マジでそのスケキン入ってるのって枯渇ぐらいなんですよ。ガスケラか、もう普通にもう今あれでいいんですよね。おー、いや、インドラちょっとレアだ。キョスケでいいんですよ、スケキン使うなら。で、スケキンわざわざ使うってことはもうラバとか、あー、スケラだ、多分スケラフリーズですね。いや、これちょっとレアっすよね。さあ、で、まあ、ここは来ないでほしい。うん、まあフリーズ来たらウッド使うぐらいでいいかな。いやー、キング起動したいね、ぶっちゃけ。なんかこう、早い段階で。さあ、ボーリー痛いな。ボーリー痛い。いやー、スケラフリーズちゃんか。まあ、ちょっと嫌だけど、そんなん言うてられんやろって感じかな。あー、これ、キング狙えたな、これ。もったいない。さあ、インドスケキンなんで、コウモリが最強です。おい。さあ、プリンミラーしとこう。これ出しとけばだってもう、これだけできついっしょ。コウモリガチで強いっすね、今回。うわ、やばい。ガチで。は？エレジャイ？ま？まあ、でもエレジャイマジで弱くなったかな。救いっすね、僕からしたら。ほんとに。やべえ、引いたっすね。いやー、スキルこれ使えてやばいな。あ、ウッドミラーでよかった。まあまあ、耐える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 。いや、全然全然全然耐えてる。うわー、やべえの引いた。いや、マジエリシャイぶっちゃけあれ下方だったっすね。そうだったから、そのね、意外と耐えれるっすね。で、問題はね、エリシャイスキラーを耐えれるかどうかっち。さあ、だからここはマジで早くキング起動しとく。いやー、届かないのか、それ。いやー、熱い。届くよね。届かないわね、おかしい。プリン出してからでもいいけど。さあ、やばいです。激ピンチ。激激ピンチ丸。耐えてほしい。ワンチャン耐えれる。エリジェがやばい。おーい、なんやねんこれ、おい。ふざけんなよ、おい。なんやねんこれ、おい。強っ。さあ、ということで、最後はちょっと負けちゃったんすけど、まあ、あんま知らんがな、言うてな。まあ、このデッキもね、ミラーが強化されたおかげでね、普通にそこそこに強いデッキの方だと思うんで、皆さんもぜひね、使ってみてください。という声がね、ぜひお願いします。では、お疲れ様でした。